デニス・ベルカンプ、デニス・ベルカンプ、デニス・ニーコラス・マリア・バー・キャンプ。1969年5月10日台は、オランダの首都アムステルダム出身の元同国代表サッカー選手。ポジションは、FW ・アイスマンのニックネームを持つ。11歳の時に、ウィルス・クレイクとデプレーしていたベルフ・カンプは、アヤックスに、 トレーニング参加を打診されたが、当時アヤックスを傲慢なクラブと思っていたという理由で拒否。しかし1年後に同意し、12歳でアヤックスのユースに入ったベルカンプはヨハンクライフに才能を見出され1986年17歳でトップチームにデビュー。アヤックスで1990年から3年連続得点王に輝き、リーグ優勝。 UEFA カップ優勝などに貢献。239試合に出場し、122ゴールを挙げた。その後、大きな期待を受けてインテルに移籍93から94。UEFA カップにおいては11試合8ゴールを決める活躍で、UEFA カップ獲得の原動力となるも、国内リーグでは全く能力を発揮できず、2年目にはベンチを温めるようにもなり、 1995年にアーセナルに移籍しチームの中心として活躍。97から98シーズン、01から02シーズンの2冠等に貢献。また、2003から2004シーズンには無敗でプレミアリーグを制するなど、一時代を築いた。1998年フランスワールドカップのアルゼンチン戦や2002年プレミアリーグの入荷するユナイテッス戦などで、 技巧的なゴールを数多く挙げ、パトリック・クライファートが2003年に更新するまで、オランダ代表の最多得点記録も保持していた。FIFA ワールドカップには、94年アメリカ大会、1998年、フランス大会の、計12試合に出場し6得点を記録、アメリカ大会ベスト8、フランス大会ベスト4進出に貢献した。 前述の1998年フランスワールドカップ、準々決勝アルゼンチン戦のドラップからのゴールは、当時オランダの新聞によって、まるで、レンブラントの筆裁きのようだと同国の歴史的画家の種に例えて称賛された。エウロ2000の準決勝で、イタリアに敗れ、代表引退を発表した。05から06シーズン終了をもって、引退を表明した。自身が、 プロデビューを果たしたチームであるアヤックス・アムステルダムと、アーセナルの対戦で引退試合が行われ、オランダの往年の名選手であるヨハン・クライフ、元オランダ代表監督、マルコ・ハン・バステン、元 FC ・バルセロナ監督、フランク・ライ・カールト、そしてジョバンニ・ニハン・ブロンカ・ホルスト・パトリック・ビエラ、ティエリアンリ、デビット・シーマン、エマニュエル・プティ、エドガー・ダービッツなどが出場し、 数多くのサッカー関係者がこの日のために駆けつけた。ベルカンプ本人も出場し、この試合ではゴールを決めることはできなかったが、随所でイマジネーションあ溢れるプレーを見せた。また、クライフとファンバステンは当初スタンドから観戦してたが、後半から当時のアヤックスのユニフォーム姿で実際にピッチに立ち、ベルカンプとプレーしている。なお、この試合は、 アーセナルの新スタジアムのエミレーツスタジアムのコケラ落としとし行われた。2008から2009シーズンからフルスアヤックスに指導者として復帰し、コーチングライセンス獲得を目指し始めた。アヤックスのビロード革命の結果、ベルフカンプはクラブカルチャーの番人として2011年夏からトップチームでヘニース・パイケルマンと共にフランク・デブールのアシスタントコーチに任。 クラブのスポーツ面の方針を決定するテクニカルハートのメンバーにもなった。2016年夏にペーター・ボスが監督に就任した際もアシスタントに止まったが、このシーズンはベンチには座っていない。ボスが1シーズンで去った後もマルセル・カイザーのアシスタントとして止まったが、ベンチには座らず、アウェーゲームにも帯同しなかった。ボスが1シーズンでアヤックスを去ったのはベルフ・カンプラとの衝突で、 クラブ運営陣から十分な指示が得られなかったことが理由と報道され、ベルフカンプは衝突自体を否定したが、カイザーの監督就任を強く主張した本人と言われていたこともあり、2017から2018シーズン前半のアヤックスが不安定だった最大の責任者として毎試合のようにベルフカンプはアヤックスサポーからのブーイングを受けることになった。 2017年12月21日にシーズン前半戦の不安定な成績から現状のテクニカルスタッフでは立て直しが困難との理由で既に境外化していたテクニカルハートの残りメンバーで対立関係にあったマルク・オーフェルマルスによってカイザー、スパイケルマンと共に解任されたその後契約解除は不当だと長く争っていたが結局 KNVB の仲裁委員会に持ち込まれることはなく、協議の末に2018年7月20日に弁護士のハロクナイフが契約にある金銭による契約解除条件を理に公式にアヤックスを去ることが決まったと認めた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。